エピソジンへの手紙、五章。こうしてあなた方は、神に愛されている子供として、神に習うものになりなさい。また、愛のうちを歩きなさい。キリストもあなた方を愛してくださって、私たちのためにご自身を、神へのかんばしい香りの捧げ物、また、生贄として捧げられたのである。また、不貧乏といろいろな汚れや動欲などを、生徒にふさわしく、 あなた方の間では、口にすることをさえしてはならない。また、癒しい言葉と愚かな話や、みだらな冗談を避けなさい。これらは、よろしくないことである。それよりは、むしろ、感謝を捧げなさい。あなた方は、よく、知っておかねばならない。すべて、不貧乏なもの、穢れたことをするもの、貪欲なもの、すなわち、偶像を礼拝する者は、キリストと神の国と継ぐことができない。 あなた方は誰にも不誠実な言葉で騙されてはいけない。これらのことから神の怒りは不従順の子らに下るのである。だから彼らの仲間になってはいけない。あなた方は以前は闇であったが今は主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。光はあらゆる善意と正義と真実との身を結ばせるものである。主に喜ばれる者が 何であるかをわきまえ知りなさい。身を結ばない闇の綿に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることは口にするだけでも恥ずかしいことである。しかし、光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは皆光となるのである。だから、こう書いてある。眠っているものよ。起きなさい。死人の中から、 立ち上がりなさい。そうすれば、キリストがあなたを照らすであろう。そこで、あなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく、賢い者の,のように歩き、今の時を活かして用いなさい。今は悪い時代なのである。だから、愚かなものにならないで、主の身胸が何であるかを悟りなさい。先によってはいけない。それは乱行のもとである。 むしろ、見たまに満たされて、死と賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そして、すべてのことにつき、いつも、私たちの主、イエス・キリストの皆によって、父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って、互いに使い合うべきである。妻たる者よ、主に使えるように自分の夫に使いなさい。 キリストが教会の頭であって、自らは体がる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして、教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて、夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように、妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて、 聖なるものとするためであり。また、シミも、シワも、その類いのものが一切なく、清くて、傷のない、栄光の姿の境界を、ご自分に迎えるためである。それと同じく、夫も、自分の妻を、自分の体のように、愛さねばならない。自分の妻を愛する者は、自分自身を愛するのである。自分自身を憎んだ者は、未だかつて、一人もいない。かえって、キリストが、 教会になさったようにして、己を育て養うのが常である。私たちはキリストの体の死体なのである。それゆえに人は父母を離れて、その妻と結ばれ、二人の者が一体となるべきである。この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。いずれにしてもあなた方はそれぞれ自分の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた、 夫をおやまいなさい。